あ、皆さんおはようございます、えー、本日は海洋スポーツセンターに参りましたこういう感じで,ですねいつもウィンドサーフィン部の方が活動していますで、本日はウィンドサーフィン部の師匠太田純也さんにインタビューしたいと思いますお願いしますはい、えー、大学からウィンドサーフィンを始めたっていうことなんですけどどういった理由で始められたんですか